こんにちは、大場源次です。魂ネーションズ10周年おめでとうございます。はい、ね、生意気に何かございませんかっつって肩幅もうちょっと広くしてくれっつってね言ったんですけど、もう今細くなっちゃってちょうどいいぐらいいやーもう完成度高いですよね。そうですね、レーザーブレードができるということですごく楽しみにしてたんですけど、まあ今の時代だからとかね、技術だからとかってこういろいろこう自分の中ではまあこの程度かなと思ってたんですけど、もうこの台座からびっくりしましたね。でもってこう光る、それの言葉はちょっとこれになりましたけど、もうその35年前にこれがあったらね、合成とかしなくてもよかったんじゃないかみたいなね、そういう完成度でこのオリジンの方もね、私事になるんですけど、息子はこのオリジンの方がかっこいいって言って、バカやるで、このサイバリアンもね、いただいたんですけれども、このセットになってるのは僕がいただいて、まあ後々息子にね、あれですけど、息子って言ってもね、もう中学1年生なんですけどね、なんかね、テレビ見て応援してくれてまして、ありがたいですね。まあでも本当出来がすごいです。もう世界ナンバーワンですよね、やはりね。そこを目指して頑張ってます。そうですよね、そう思いますよね。すごいいっぱいいるんですよ、はい、最高です。そうですね、もうこれ以上のものないのかもしれないですけども、僕のね、このレッちゃんのフィギュアが出て、春田先輩とかね、いろんな方にね、まあ、いいなってフィギュア出てて俺も出したいとかなんか言ってたんですけど、次はこの頭の色のフィギュアが出たらいいなと思ってます。ごめんなさい。今年の魂ネーションも楽しみにしています。よろしく、ゆうき。